今月の18日に阪神甲子園球場で開幕します春の選抜高校野球大会に向けて、作新学院高校の選手たちが今日関係者からエールを受けて出発しました。 JR 宇都宮駅の改札の中で行われた出発式には、作新学院高校の応援団やチアリーディング部の生徒、それに選手の家族など合わせておよそ120人が参加し、選手たちを見送りました。作新学院は春の選抜に2年連続12回目の出場になります。県高校野球連盟の神戸俊和理事長は、作新の爽やかな風を甲子園に吹かせましょう、全国の精鋭相手に思う存分力を発揮してください、私たちも全力で応援しますと述べました。この選抜甲子園大会では、選手一丸となり、県民の皆様、また被災地の皆様方に勇気と感動を与えられるよう頑張っていきたいと思います。応援のほどよろしくお願いします。 JR 宇都宮駅の駅長や生徒代表から小森キャプテンに記念品や花束が渡され、選手たちは多くの人たちからのエールを胸に阪神甲子園球場へと向かいました。春の選抜高校野球大会は今月の18日に開幕し、作新学院は22日に予定されている開幕5日目の第1試合に、鹿児島の神村学園との初戦を迎えます。